はい、今日は冷やしてチョコビメロン味を食べていきたいと思います。はい、チョコビを振る音が聞きたいなっていう人がいたので、はい、ちょっと振ります。あんまりね、音がコロコロとかガッサガッサって感じではならないですね。はい、働くしんちゃんシール1枚入り。おお、これはね、冷やして食べるとさらに美味しいよっていう風に書いてあって、うん、冷やして食べようと思ったんですけど、食べるのが我慢できず、買ってきてすぐに食べちゃおうと思います。では開けていきます。一時期ね、フィギュア付きだったことがあって、その頃に結構、はい、買ってたんですけど、今回はね、シールだけのシリーズのようですね。はい、開けます。いつもながらのオレンジ色の入れ物、袋に入っています。開けます。はい、ね、おお、オレンジ色ですね。はい、いただきます。メロンの香りが程よい、いいですね。うん、うん、期間限定、冷やして食べても、うん、やっぱりね、たまに食べると美味しいですね。うん。一時ね、結構フィギュアが、うん、入ってるものと入ってないものがあって、当たるまで買ってたことがあるんですけど、その時はね、結構、うん、食べ過ぎてしまって、もういいかなっていう気分になったんですけど、たまに食べる分にはとても美味しいですね。うん、メロンコーティングがされていて、うん、美味しい。アイスクリーム、ソフトクリームを持っているので、冷やしたらソフトクリームのような感じになるんですかね。ならないか。サックサクで美味しいですね。美味しい。あ、すっかり忘れていた。シール。
開けます。そうで、どん漫才、夫婦漫才ですね。しんちゃんのママとしんちゃんのパパが夫婦漫才しているシールでした。お笑い芸人さん、テレビや舞台などに出演しネタを披露してみんなに笑いを届ける夢があるお仕事だぞ。はい、夢があるお仕事だぞ。うん、ほほーい、クレヨンしんちゃん漫才シールでした。はい、しんちゃんのシールが出てほしかったですね。うん、これにミルクをかけてメロンミルクにしても美味しいと思います。はい、食べ過ぎてしまうのでこの辺で。今日は期間限定冷やしてチョコビメロン味を食べてみました。残りはね、冷やして食べてみたいと思います。うん、それほどね、味わいは変わらないと思いますけど、気分ですね。はい、というような商品でした。おしまい。